第5幕世界を救いしセイバー。敷かれてた陣はそのままゴブリンの住処になってしまったみたいなのです。ゴブリンを操ってた兵を倒したからしばらくは襲ってこないだろうけど、指揮する者がいない烏合のミラージュなら野生のものと変わりはない。この世界でミラージュがいるのは当たり前のことですからね。光の戦士もいるしな。そうですね。しかし今後もバハムート軍が侵攻してこないとも限りません。どこか他の国と同盟を結ぶなり相互の支援と協力を頼みたいところですが。そういえば最近反連邦活動を始めた国家規模の大きな組織があると聞きました。その組織に協力を求めてみてはいかがでしょう。名は確かツイン S。 ツイン S、 どこで連絡が取れるのでしょう。北のサロニアの領主が連絡を取っているらしいと町の行商人が言っておりました。サロニアですか。そこはまだ非連邦国でしたね。はい、よければ私が使者としてツインエスのことを聞いてまいりましょう。しかしサロニアまでは多くのミラージュがいる場所を抜けていかなければなりませんし、それに。あ、なら俺たちが行こうか。そうね、ウォーリアさんたちはまだここでゴブリンたちに睨みを聞かせとかないと。そもそもコーネリアの光の戦士が国を離れちゃダメだって。その点俺たちはミラージュ集めの旅を始めたばっかで決まった目的地もないし、ちょうどいいついでなんじゃね。お言葉に甘えてよろしいのでしょうか。ええ、ランが言うようにミラージュ集めのついでってことで気にしないでください。重ねてありがとうございます。ならば我がコーネリアの使者である証として書簡をお渡ししますね。よろしくお願いします。はい、次の行き先も決まりだな。それじゃあまたな。バイバイナナです。じゃ失礼します。おお、すげえ。不思議すぎだぜ、グリモワル。まずはここを抜けるってわけね。ミラージュを連れし大人、あなた方はこの世界のものではありませんね。あ、見とれて隠れ忘れたです。まあ俺らも小さくなり忘れてるけど。あなたは？それにその杖の。私はユーナ。あなたたちは新しい見つかいたちですか。この世界にこれ以上の混乱はいりません。この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。
まさかその力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力？一体あなたたちは。え？ファーナルースって、それって母さん？そうだよ、お母さんの名前だよ。あの私たちのお母さんのこと知っているんですか？こちらに来てください。あのイヤリング母さんがしてたのと同じだ。え？じゃあこれって。そっか、だからあの杖どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前にこの世界を救った異界よりのセイバー、ファーナルース様です。え？母さんが？でも100年前。どういうことだよ、母さんがセイバーだって？この石板の人がそうだって言うのかよ。あのファーナルース様を母と呼ぶあなた方は一体何者なのですか？それは記憶が。そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってることを何でもいいので聞かせてください。すみません、私もこの世界のものなら誰でも知っている伝説としてしか。はい、それでも結構です。今から100年ほど前、このグリモワールが大偶の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の御使いを呼び出して世界を救ったセイバー、それがファーナルース様です。いかにも神話って感じの話だな。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね。しかし世界は大群の悪魔からは救われましたが。お？その後3人の御使いはこの世界に残りました。その一人がバハムート王ブレンディレス。バハムートってコーネリアを襲ってきた連邦の軍？はい、ブレンディレスと他の御使いは世界救世後突然増えたミラージュを使いゆっくりと世界中の国を手中に収め連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係ないわよね。そりゃそうだろう、だって100年前の話なんだろ。エナクロが言ってたよ、私たちがいたナインウツヒルは時すらない世界だって。ね、タマ。はい、なのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので2人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。あのそのファーナルース様は御使いたちを呼び出した後どうなったのですか？はっきりとは伝わっていません。御使いを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ？居城の場所は私も知りません。御使いの、いえブレンディレスの居城は誰もバハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着く、ラン。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか私たちの記憶がどれだけ信用できるの？で、ランに言ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。え？マジで？
それって俺たちが行こうとしてるところじゃね。セイラさんたち知らなかったんだ。まあでもこのまま行くしかないか。そうね、このままツインエスのこと聞かないで戻っても何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。なんかいろいろ教えてくれてありがとな。いえ、私も新しい見つかりと疑いいきなり襲ってしまってすみませんでした。それはもう一つのラグナロク、それは新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかしこれの方が性に合っている。待つのは疲れた。